こんにちは。今日はですね、1月に購入したものの中でランキングをつけて、今月買った良かったものみたいな感じでランキング5位から発表していきたいと思います。じゃあ早速5位から発表していきたいと思います。第5位はこちらのね、 GU のシェフパンツになります。まあこれは特にこう動画にもしてないですし、立ち寄ってさらっと買ったものなんですけど、なんかね、色もすごい良くて、まあフランネルっぽい感じで仕上げてあるものなんですけど、なんか厚みもちょうど良くて、まあこの冬履く分にはいいかなと思って、やっぱりね、このシェフパンツみたいな、こうイージーパンツみたいな形はやっぱり履きやすいですし、朝もう何も考えずにパッとね履いてしまえる感じがすごい楽ちんで、結構履いたなと思って、で僕みたいに身長がちっちゃいくせにクロップドで履きたいみたいな、もうめちゃくちゃ足短くなっちゃうんですけど、そういう感じにはもうね、裾上げしなくても履けるパンツなんで、すごくこう楽だし、ゆったりしたシルエットで履いた感じも良かったし、まあ、太さの感じもあんまりオーバーすぎず、ゆったり感もちょうど良かったかなと思って、まあ金額で言ったらね、1000円ぐらい、1000円ちょっとぐらいでしたかね、なんかセールみたいなのになってたんで安かったんですけど、まあ、無地のものがねたくさん出てて、僕はまあこの柄のものを選んだんですけど、まあ、これ柄とかをね履く分には少し安いパンツだとありがたいなと思ってて、長く着るっていう感じではないですけど、僕の持ってるね柄パンもちょっとこう薄手のものが多いので、こう冬に少し柄の入ったパンツっていうのはねたくさんは持ってないんで、ちょっとそれの一つのパターンになってくれたかなと思って、今月買ったものですけど、まあまあ入ったかなっていう印象です。まあ他の方もねいっぱいやられてるんで、ユニクロとか GU の動画は単体でやらないとは思うんですけど、それでもまあ買うのは買うので、こうやってまあ例えばコーディネートのね時に来たりとか、そういうのしていこうかなと思っております。第5位は GU のシェフパンツでした。はい、お次第4位はアルジェラの旅ブーツになります。これもね購入して間もないのでまだ1回しか履いてないんですけど、まあ1回履いた分のシワのペンキの剥がれはねまあまあ出てきたかなっていう感じなので、まあ、金額的にはねやっぱりもうちょっと上位になるかなっていう感じだったんですけど、まだ1回しか入ってないっていうところでね、まだこれからかなっていう感じです。ただやっぱりねこう白だし、まあ、旅ブーツということでね、やっぱコーディネートを普段自分がしてるものとはまた別の考え方をしないとなぁと思って、激ムズアイテムだなぁと思ってるんですけど、でもまあなんかそういうちょっと新鮮さもあって、履くのも楽しい一足でした。まあただ外歩いてる分にはいいんですけど、やっぱりこう職場とか屋内にいるときはこのねペンキをポロポロ剥がれたねカスみたいなのが出てくるので、そこがちょっとなとは思うんですけど、まあこれももっと履いてね黒が出てきた雰囲気がまたこう楽しみだなと思っているところです。ちょっと購入した時のレビューで、まあ本当はちょっとヒールがあった方がブーツとしてはかっこいいかなと思ってたんですけど、まあ履いてみたらねこのフラットも、まあ、もちろん履きやすいですし、なんかあんまりこうブーツっぽく気張らずに履けるんで良かったかなとは思いました。なんで多分メゾンマルジェラになってから僕買ってなかったんじゃないかなと思うので、まあ、買っててもなんか昔のねものを買うことはあったんですけど、メゾンマルジェラのものを買うっていうのはもしかしたら初めてかもしれないので、まあなんかそういう記念の一足でもあります。まあなんか普段ねスニーカーが多いので、ちょっとこうブーツも少ないですし、その中でも少しこう違う毛色のものなので、まあ履くのがね楽しいなと思うブーツでした。第4位は、マルジェラの旅ブーツでした。続いて第3位です。第3位は、ナイキのねオーバーリアクトです。まあこれはなんていうんですかね、初めて買った形だったので、そこの楽しさっていうのもありましたし、なんかあんまりこうストリートっぽいシューズっていう感じよりはアウトドアっぽいね ACG っぽい雰囲気も少しあるようなシューズだったので、またちょっとね違うパンツとかにも合わせたいなと思って、普段履いてるスニーカーとはまた違う雰囲気でね楽しめた一足でした。
でまあもちろんこうねリアクトソールなので履き心地もねすごく軽いし、まあこのボリューム感もねなんかこうまた特別な雰囲気が出てて、なんかどうしてもこういうね茶系のカラーベージュみたいなカラーのスニーカーってあんまりたくさんは持ってないので、なんか自分の持ってる他のスニーカーとは少しこう差別化して着用できるかなと思ってます。でこれもレビュー動画の時にまあ靴紐変えようかなとは言ってたんですけど、結局なんかアイディアもなくそのまま元々ついてたものをつけてるんですけど、まあ履き出したらあんまり気にならなかったというか、うん、まあこれでもいいかなと思って、とりあえずはまあこのシューレスで履いております。最近どちらかというとローテクとかレトロランニングであんまボリュームのないスニーカーをよく履いてたので、なんか久しぶりにゴツッとしたねスニーカーで合わせやすいっていうのはやっぱ言いにくいですけど、でもなんか足元ボリューム欲しいなって思う時のスニーカーとしては持ってるとねパターンが広がる一足かなと思います。まあ、結構このねリアクトソールがまあ好き嫌いがかなり分かれるとは思うんですけど、なんか履いてみたらそこまでですけどね、そんな気にならないというか、僕はもともとこういうのは好きなんですけど、ちょっとまあ自分が今まで買ったことない初めての形だったっていうのもあったし、今回サインしました。サインはナイキのオーバーリアクトでした。はい、お次は第2位です。第2位は、ドクターマーチンモンキーブーツになります。このね今月買って3回4回ぐらいは履いたのかなとは思うんですけど、結構自分の中では一月にね履いた方かなと思います。まあなんかもちろん最初はね、一応まあブーツはブーツなので形がねかっちりしてて、ちょっとまあ不格好だったので少し履き込んだ雰囲気がね早めに出てほしいなと思って、履いてて、であと途中でここのねアイレットは少しこうアンティークっぽい色というかちょっと安っぽいねアイレットがついてたので、外してシルバーのものに変えました。どうしてもね金属があのねゴールド系の金属があんまり好きじゃなくて、シルバーに変えたんですけど、まあ、初めよりは少し型がついてきたかなぐらいですね。結構ブーツっていうほどがっちりしたブーツじゃないので、革もそんなに分厚くないですし、ライニングも貼ってないですしね、なのでこうシワとかは結構ねつきやすいかなっていう感じなので、もう少し履き込んだ感じの方がもちろんかっこいいかなとは思うんですけど、それでも新品の時と比べるとまだねいいかなと思って、でなんかこのね不格好なフォルムがねなんかたまらないというか、ちょっとやぼったい感じがねすごい良くて、この丈のブーツって買ったことなかったかなと思うんですけど、多分昔にクラークス履いたことがある1回ぐらいですかね。この中途半端なカットというか、ローファーとかでもないし、ロングブーツでもないし、みたいな丈のブーツでちょっと苦手だったんですけど、なんかこのね、ボテッとした雰囲気がね、なんか可愛らしくて、なんか履いてる時もこう、ね、自分が上から見たこのところが好きだって最初言ってたんですけど、そこもね、やっぱりこう、可愛くてなんかこう、愛しい、ブーツだなと思って、で、まあ、もちろんねドクターマーチンでソールも軽いんで全体的にブーツとしてはすごくね軽いかなとは思うんですよ。革の厚みとかもあるし、なんでまあブーツほど、うん、なんかこう気張って履かなくてもいい感じで、普段ドクターマーチンは8ホール履いてるんで、この5ホールのねシューレスの締めやすさとか、うん、着脱のしやすさはもうやっぱり段違いに良かったので、なんか久しぶりにこう黒いブーツをデニムに合わせたいなって思うのでよく履いてましたね。こうね人気がないモデルだと思うので、あんまり僕もこう着用画像とかあんまりそういうのを買う前に調べられなかったんですけど、それでもなんか履けば履くほどねこう愛着が湧いてくるようなブーツでした。まあイングランド製ではないですけど写真のモデルなので、まあどういう風にねなっていくかなっていうのもね少し楽しみですね。まあ、革質とかそういうのはそこまで求めてないシューズにはなるんですけど、それでもなんかまあ普段スニーカーを多く履く側の人間からしたら、ちょっとまあ楽しさはね、また別のところにあるかなと思うので、まあブーツそこまでいろんなブランドね、詳しくはないですけど、まあなんか僕はこのね、チープな感じのドクターマーチンのこのシューズがね、
最近すごく気に入ってるので、まあ、夏になったらちょっと履かないかなと思うんですけど、まあこの冬の時期、春先ぐらいまではちょっとね、なるべくたくさん履いていこうと思っております。第2位は、ドクターマーチンのモンキーブーツでした。はい、最後1位の発表です。1位はステトソンのウィペットになります。これはまあとにかく今月ひたすら被りましたね。まあ黒と2色買ったんですけど、こちらのカラーがやっぱりこう着用回数でいうと多かったかなっていう感じで、でもここ何年というかもう下手したら10年ぐらいフェドラハットってこう被ってなかったんですけど、なんかまあいかにもじゃないですか、なんかこういかにもやってます、おしゃれ好きですよみたいな感じ、ハットってね、なんかそういうこうキメキメ感というかが出るイメージがあったので、まあずっとこうベレー帽とかねマウンテンハット被ってたんですけど、まあ選択肢としてはマウンテンハット、あれが言ったら本物というかビビアンのねマウンテンハットがあるので、まああれを模したようなものをねずっと被ってたので、まあそれをビビアンので買うのもなって思ったけど、ただそこまでなんかビビアンのが欲しいというか、ビビアンウエストウッドにお金をかけたいっていうのがそこまでなかったので、まあだったら違う形にしようかなと思って、まあちょっと久しぶりにね、ハット買ってみようかなと思って、まあ結構こう、ド定番、まあド定番といっても高いですけど、ちょっと思い切ってこう被ってみたら、まあ思いのほか良くて、まあ今ちょっと時期的に冬なので、なんかこうアウターとか、まあ羽織物とかと一緒に合わせることが多いんですけど、なんか被ってる雰囲気的にはもうちょっとこうラフな格好というか、本当になんか夏場 T シャツとかになった時の方がシルエット的にはもう好きかなと思ってたんで、まあこういうものを夏場被るかって言われたら素材的にどうかなとはちょっと思うんですけど、でもやっぱりなんか例えば革ジャン着てハット被ってとかやってると結構こうバチッとね決めてるイメージが出ちゃうので、もう少しこうラフなファッションとかと合わす方がまあ好きかなと思うので、なんかこっからもう少し服装も軽くなってきた時のがちょっと楽しみかなと思ってます。なんかすごく気に入ったので、形もやっぱりこう今まで被ってきたこう安い形、今までそこまでなんかこだわりあって買ってきたわけじゃなかったので、なんかそういうのと比べたらやっぱりこう圧倒的にこう雰囲気も違いましたし、またね違うカラーも欲しいなと思ってるハットです。まあただ安くはないのでポンポンね集めたいとかっていうのは無理なんですけど、今こうグレーと、ブラックを購入したので、あとはレビュー動画でも言ったんですけど、まあ、ベージュ系とか、カーキ系のも一つ欲しいなとはちょっと思っております。なんかこういうの被るときはねもうナルシスト全開でやった方がもうなんか潔いというか、まあもともとこうナルシストな雰囲気は絶対出るので、なんかそれをこううまくこう中和させる方がいいのかなと思ってたりもしたんですけど、まあこういうの被るときはもうより一層ナルシスト爆発みたいな感じになるので、もうそこをなんかあんまこう躊躇しない方がいいのかなと思って被ってます。本当に今月なんか交互にブラックと被ってたなと思って、まあ正直まだねツバの形がちょっと定まってないというか、どうがいいのかなと思いながらちょっと試行錯誤しながらの雰囲気なんで、まあ、クラウンの形はね、まあ、少しこう決まってはきたんですけど、まあ、とにかくこう僕の頭デカでも入るサイズがあって良かったです。第1位はステトソンのウィペットでした。今月も5位から1位まで発表してみました。今月はね服を買わなかったですね。最初に紹介した GU のパンツだけしか買ってなかったので、まあ靴が多かったですね。なんかスニーカーも何足か買いましたし、まあブーツもマーチン買ったりマルジャー買ったりしたので、まあこうやってこうファッションの話ばっかりしてる YouTube のねチャンネルをやってるんですけど、言っても普通の生活するときにそんなに毎月毎月いっぱいいっぱい服って買ってもねっていうのもあるし、まあそう考えたらまあスニーカーとかもそうなんですけど、まあ今月はちょっとまあブーツとか、まあ、ハットとかちょっと自分の中では買いすぎたかなと思ったので、まあ服までは見なかったって感じですかね。なんで結構ランキングも偏ったような感じになっちゃいましたけど、
まあ今月2月に入ってまたちょっとまだ寒くはなると思うので、ってなるとね、本当にこう防寒のアウターと中に着るものってそんなにいっぱいパターンがいらなかったりするので、今持ってるものでも十分じゃ十分なんですけど、なんかまたピンとくるものがあれば今月はね服をやっぱ見ていこうかなと思っております。はい、今日は、1月に購入したもので、5位から1位までランキングをつけてみました。まあ、一応まあ毎月は続けてみようかなと思ってるので、また、2月末やろうと思ってるので、まあ、今月のまとめみたいな感じで見ていただいたらなと思います。今日もありがとうございました。